盛り上げ役のとこ人気と順番あるけどモテはしない、結局イケメンが最後持ってく。てことで本日の特の男子一見女子に好きなビビって聞いたから今日から僕もモテ男子。これさ、なんで今までやってなかったんだろうって普通に反省しました。自分はアホすぎ。前演奏の視聴者さんに好きな MBTI 聞いたんだけど、その男女問わずだったから。だからその回答してくれた人の性別とかね分かんなかったわけ。あ、俺の MBTI じゃんグフフって思ってもその男子人気か女子人気か分かんなかったわけ。ただぶっちゃけ僕はね、その女子の好きな MBTI さえ知ればあとはどうでもいいみたいな最低なこと言ってるんですけど、まあ、それは冗談なんだけど、その男女別にね、その好きな MBTI っていうのは多少違うと思うんですよ。だから今回は女子の好きな MBTI 聞いてきたから、世の男子の耳掃除して一言一句聞き逃さないように僕の昔の動画から全部見返し、しかし残念ながらね、女子から名前が上がらなかった MBTI が数個だけあります。ただまあね、そんな気にしなくていいでしょ、あの結局顔なんで。ってことで早速やっていきましょう。レッツゴー。好きなのは TP 型、モテるのは ENTP、ESTP。これね、本当にマジよ。からその女子で本当に ENTP と ESTP が好きなんだなって思った。パッと見その重いなって感じたのが、その ENTP と ESTP と、あと ENFP と ESFP ね。やっぱその E 型が特にモテるのかなって思った。その相方ももちろんありましたよ。ENTP も ESTP もさ、なんかその言いたいことがあったら我慢せずになんかズバって言いそうじゃん。その感じがなんか女子からモテるんだなって思った。なんかちょっと腹立つんだけど、言いたいことがあってもはっきり言わない人の魅力に、ね、もう少し気づいてほしいなって思ったんですけど、ただまあ言いたいことをズバって言うからモテるってのもあると思うんだけど、純粋になんか頭良さそうじゃんねみたいな。だからまあ言いたいことズバって言うし、そのズバって言われたのが結構なんか図星ですみたいな、その強気な感じにキュンとする女子多発中。まあってそのこびない感じがねモテるんでしょうね。女子って結局、まあ女子っていうかその人間って結局なところなんですけど、自分のことを一途についてくれてる、ちょっとなんか遊び心、遊び心っていうかなんかまあフラフラしてる感じの人がモテるんですよ。みんな結局のところ追いかけられたいとか言ってるくせに、その追いたい恋をしてるんだなって思ったね。 INFJ、 シンプルに優しいし変な空気になっても場を和ませてくれる。そういうことです。この子は本当にあのこの世の真髄を分かってる。なんか俺さ、その女子がめちゃくちゃその E 系の人を好きになるっていうのはなんかめちゃくちゃ分かるんですよ。コミュ力があって陽気男子みたいな感じだからね、好きになる気持ちはめちゃくちゃ分かるのね。ただ僕個人の意見としては、その I 系を愛せる女子のことを愛したい。なんかさ、その優しさに気づけるのも優しさの一つみたいな言葉あるじゃないですか。僕はあれめちゃくちゃ好きなんですけど、目に見える優しさとか綺麗事言うとかだったら、その分かりやすいからバカでも気づくんですよ。バカでも気づけるような優しさにしか気づけない人はちょっと人として浅いなとあの勝手に思ってるんですけど、バカって言い方ちょっと悪いね。あの鈍感な人って言いました。本当に優しい人ってなんかする優しさだけじゃなくて、なんかあえてしない優しさとかをね使ったりするんですよ。ただその優しさってめちゃくちゃ気づきにくいじゃん。本当はなんか気づく感じで大胆にね優しさアピールした方がいいんだけど、それもちょっと鬱陶しいかなみたいな感じの優しさでちょっとまあ分かりづらい感じだけど、パッてちょっと優しくするみたいな、そういうなんか本質的な優しさをね使ってくる人がたまにいるんですけど、本当に優しい人ってなんか自分もそういうことをするから、なんかそういう時に気づくんですよ。あ、この人はこういう気持ちでこういう優しさを見せてきたなみたいな感じで気づいてくれるんですよ。でもなんかそういう時にバカじゃねえ、あの鈍感な人は気づかないわけですよ。別にその E 型の人が鈍感って言ってるわけじゃないけど、そういうところに気づける人が素晴らしいよね。だからその E 型っていうその分かりやすいタイプじゃなくて、 I 型を愛せる女子を愛したいよね。ENFP、 いいねちゃんと周りを見てて誰にでも同じように接して気遣える、最高。それでね、まあ僕 ENFP なんですけど、本当にこういうことやられたらもう嬉しくて顔が真っ赤になっちゃうんですけど、やっぱね僕その ENFP だけはその E 系の中でも E 系だとあんま認めてなくて、何回も言ってるから鬱陶しいと思うんだけど、 ENFP は本当は I 系だと思ってますから、めちゃくちゃ陰系だけど陽系の振りができるだけだと思ってますから、だからその E 系の人たちの気持ちも分かるし、 I 系の人たちの気持ちも分かる。その上みんなから好かれて八方美人だから、もうみんなに気遣っちゃうみたいな、本質的になんかそういう性格の人だったら全然いいと思うんだけど、マジでその猫かぶってるだけの人もいると思うんですよ。初対面の人とかといるときはそういうことするけど、なんかもう自分の身内だけだったらもう全然しないみたいな。全然ね、それもいいと思うんだけど、その差が激しすぎたら嫌じゃん。人前ではめちゃくちゃ優しくするのに、家帰ったら DV してきますみたいな感じだったらめちゃくちゃ嫌じゃん。そういう気質の人がもしかしたらいるかもしれないね、 ENFP の中には。まあ、今回ねその ENFP が多くて結構嬉しいなみたいな感じだったんですけど、あの ENFP って浮気しやすいランキング3位らしいですよ。 ESTP ちょっとチャラい感じがかっこいい。まあこういうことなんだよね、結局女子っていう生き物は。結局一途に自分のことを好いてくれてる大人しめの男子よりもちょっとチャラいぐらいがいいんですよ。少女漫画だったら黒髪の大人しめ主人公よりも金髪陽キャモテイケメンを選ぶんですよ。まあ、あれはその少女漫画の世界だからみんな黒髪の方に結局行くんですけど、やっぱさこの世の中ってさ、なんかお金がお金を呼ぶみたいな感じじゃないですか。お金がある人がなんか余裕な感じでさ自由に生活してたら、それがさらにお金を呼ぶみたいな感じだったりするじゃないですか。それと一緒になんかね、モテもモテを呼ぶと思うんですよ。実際にみんなからモテてたら、あの人人気なんだ、じゃあ何かしら素晴らしいことがあるのねみたいな感じでモテるんですよ。チャラさってやっぱりなんかそんな感じで生み出されていくのかなみたいな感じで思うんですけど、まあ、だから男子の場合本当にモテる人がなんか偏りすぎてるっていう説はある。別に男女同行言いたいわけじゃないけどさ、思うんだよね、そのあいつしかモテねえなみたいなタイミング。みんな口ではね、その一途で自分のことだけを思ってくれる絶対に浮気しない男がいいですみたいな、イケメンじゃなくていいですみたいな感じで言うんですよ。でも実際のところは真逆ね、イケメンでちょっと危なっかしいチャラい男が好きなんだよ。 ISTP クールやけど文面とかめっちゃ可愛くてギャップ感じた。ああなるほど、 ISTP ね、これ愛の中では多分一番多かったと思います。普段はクールなんやけど、その自分にだけはちょっとゼレを見せてくれるっていうところにキュンとする女子が多かったです。まあ、だからあれでしょ、その学校ではめちゃくちゃクールというか、まあ素っ気ない感じなんだけど、学校が終わった後 LINE とかしてる時はめちゃくちゃ文面可愛いじゃんみたいな感じでしょ。まあ、その気持ちはめちゃくちゃ分かる。そのね、やっぱ良くも悪くもギャップってめちゃくちゃ出していった方がいいじゃん。逆でもいいと思うね、その LINE はめちゃくちゃ素っ気ないけど、学校だった時はイエーイみたいな感じで犬系男子みたいな感じになるのをキュンとすると思うよ。でもなんで君がそのギャップに惚れてるかというと、あのその子がイケメンだからです。その子がイケメンじゃなかったら、うわおじさんコンビキモみたいな感じで言ってますわ。そもそもね、多分イケメンじゃなかったらそのギャップの一面とかがあるってことを知ろうと思わないと思うんだよね。
ケメンじゃなかったらそもそも LINE も続かせようとしないから、文面が可愛いとか知ろうとしないと思うんだよね。今はクールっていう言い方をしてるけど、イケメンじゃなかったら陰キャっていう言い方をしてると思うんだよね。 ENTP 攻めてほしい。あーなるほどね。まあこれは非常に分かる分かるっていうのも非常におかしいんですけど、まあ確かにその ENTP めちゃくちゃ攻めてきそうだよね。朝も夜も朝も夜もっていうか、なんか口もからもちょっと待って、さすがにやばい。まあとにかくその言いたいことはめちゃくちゃ分かる。 ENTP ちょっと S っ気感じるよね。その S っ気がなんかうざって思う時もあると思うんだけど、なんかもう快感に変わってくる時もあると思うんですよ。ごめん、時があるっていうか、なんかそういう人もいると思うんですよ。もっと私のことを罵ってもっとなんか攻めてきてみたいな感じで思う人種もねいるんですよ。信じられないかもしれないけど、だからまあ受け身の男子もねめちゃくちゃ魅力的だと思うよ、優しくてね。ただまあ人気なのはもうグイ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 攻めてくる、ちょっと人が傷つくぐらい攻めてくる男子なんだよね。 ESFP 明るくて陽気でクラスのリーダー的男子がなんだかんだでモテるってことでね、まあ ESFP もめちゃくちゃ人気でしたよと。なんか俺こういうところがまあ男子生まれてよかったなって思う一面でもあったりする。なんかこういうこと言ったらちょっと炎上するかもしれないですけど、オブラートに包んでいますね。男子はなんかさっきモテる人が偏るみたいな感じで言ったじゃないですか。でも男子でなんか戦う戦法がいくらでもあるなって思ったりするの。モテるための手段がそのイケメンだけじゃなくて、その陽キャとかお金があるとかでたくさんあると思うんですよ。だからマッチョ歩いてたらあんまかっこよくないなって思ってる人が意外とめちゃくちゃ美人と付き合ってるやみたいな時がね結構あるんですよ。それこそクラスの一軍陽キャ男子でめちゃくちゃねイケメンじゃなくてもモテてるやつっていると思うんですよ。コミュ力があって優しくて人望があるからなんかねモテてるみたいな感じだったりするんですよ。ただやっぱその女子の正解ってなんかそういうとこにあったりしないから、ね、本当厳しい世界で生きてるんだな、頑張ってるなって、本当にごめんなさい。顔がなんかその男子よりも重要視されてるなって思っちゃうのどうしても。あと若さとかもそうなんだけど、その、ね、そういうのが重要視されてるなって思っちゃうの。別に女子ってさなんか陽キャだからとかさお金持ってるからだけじゃモテたりしないじゃん。まあ、その条件があったらさらにいいんだけど、なおかつ美人だったらみたいな感じだったりするじゃん。だから僕は本当に生まれながらにして人は不平等なんて、もう本当に怖い。 KKMK 生き様がかっこいい、かっこコムドットヤマト。もう本当に何言ってるか分かんない、お帰りください。 ENFJ 思いやりがあるけど芯があって心が温かいところに惚れる、男女どっちも好き、 by INFJ。 ENFJ ですよね。なんかもう優しい系のザ主人公みたいな感じがしますよね。なんだろう、その優しいだけじゃなくてその芯があるってところがなおいいよね。なんかまあ男女どっちでもいいんだけど、その話してると、あこの人気使って意見変えてるなみたいな時があるんですよ。こっちが A だって言ったことに本当は B だと思ってるのに A だって変えてくれてるなみたいな時があるんですよ。だからまあそういう時はなんか自分の芯を通してはっきり B って言ってくれたら嬉しいなみたいな感じで僕は思ったりするんですよ。気を使われるのがすごく嬉しくもあり、ちょっと嫌でもありみたいな感じなんですよ。別にそこで気使って A って言われても全然怒らんし、そんな怖い人に見えるみたいな感じで思ったりするんですよ。だからまあそういう時に意見を変えずに芯を通せる強さみたいなのがあるのが素晴らしいよね。俺さその全然それがないのね。もうだからめっちゃ羨ましい。ISFJ どうでもいいことでも構ってくれて嬉しい、 by INFP。 どうでもいいことに構ってくれた瞬間ってなんかめちゃくちゃ優しく感じるよね。まあ、その自分にとってはどうでもよくないんだけど、相手にとってはどうでもいいことってあるじゃん。その時になんか親身になって構ってくれるのめちゃくちゃ嬉しいよね。なんかもうさどうでもいい話だと思ってさペッペッてする人いるじゃないですか、たまに。そういうこと一回でもされちゃうとなんか今後一切話せなくなっちゃうんだよね。なんか自分の中でこれがどうでもいい話なのかどうでもよくない話なのかの判断ができなくなっちゃったりするんだ。だからまあこの人あんま話せるの好きじゃないのかなとか思ってないかなかったりするんですけど、そんな感じで他人から思われたらちょっと人生寂しくないと思っちゃうのめちゃくちゃ。だからやっぱりそのどうでもいいことにも構ってあげられるぐらいのその心とお金の余裕を持とうよっていう、そんな話はしてないか。まあいいや。今まで好きになった人はみんな ENFP でした。愛想がいいから話しかけやすい。まあそんな感じで思ってくれるのは非常に嬉しいんですけど、まあちょっと落とし穴もありまして、俺ねこの前友達と一緒にバーに行ったんですね。バーっていうのかわかんない、その本当にこじんまりとしてカウンターしかないですみたいな感じの席なんですけど、そこに友達と一緒に行ったらなんか隣にいた男の人となんか結構仲良くなったんですよ。10個くらい年齢が上で、まあ結構達観した感じの人だったんですけど、それとももちろん初対面なんですけど、なんか言われたんですよね。君さそのめちゃくちゃいい子だけど猫かぶってる人みたいな感じで言われたんですよ。うわ待って、かぶってますって思って。なんかもう俺の場合さもう猫かぶるのがデフォルトなんだよね。かぶってる自覚なくてずっとかぶってるから、もうなんかかぶってることすらなんかストレスじゃないの。愛想がよく見えるかもしれないけど本心でそうしてるかはわからないよ。歴史の先生が言うには性格がいいから ESFP らしいです。まあ歴史の先生が言うってことはまあ ESFP がいいんじゃないですか。やっぱその歴史を学んでる人がそう言うってことは、まあ歴史がそういう歴史を辿ってきたってことだからね。直感的な話ばっかりしてもなんか当てにならないんですよ。データとかまあ歴史でこういうことがありましたよっていうことを精査した上で ESFP がモテるって言ってんだったらそれ正解だわ。INFP と ISFP 考え方とかに出て気遣いあんましなくていいので楽だし楽しくて好きです。やっぱねこういう自分と似てる人を好きになりますみたいな感じの人が本当に平和主義なんだなって思うよね。IKの人と IK の人が好きだったらもう絶対平和じゃん。毎日ものんびりと過ごして休日だからといって無理して外に遊び行く必要性もなく、毎回おうちデートでねのほほんとしててね応援したくなるカップルなんですけど、 ENTP と ENTP が付き合ってみ多分毎日ディベートしてるで。 ESFJ がマジでモテる、面倒見よくてめっちゃ尽くしてくれるしマジで優しい。確かに尽くしてくれそうだけど本当にそういう人と一緒にいるだけで満足できるかだよね。やっぱね言葉とか妄想の世界ではこういう人が好きってね想像してる人がいると思うんですよ。 ESFJ みたいに本当尽くしてくれて優しくて一途でみたいな感じね。果たしてその人と付き合って結婚した時にそれで満足できるかっていう、全然 ESFJ をバカにしてるわけじゃない、その ESFJ じゃ満足できない女子たちのことをバカにしてるからね。結局男子も女子もその火遊びが好きなんですよ。だから今のうちに遊んどけ。 ENTP はガチ沼、本当に沼、もう沼。オッケー分かったから、多分ね ENTP はもっと語彙力高い人の方が好きだと思う。 INTP 物事を客観的かつ論理的に考えられて気遣いができるところが尊敬できるから好き。まあやっぱそのパッと見ねその大人な感じがするよね。もちろん陰気でねコミュ力あります陽気ですみたいな感じも尊敬できるんだけど、物事を客観的に見れるとかその大人の落ち着きを持ってる人も魅力的だよね。ただまあその思考に至るために陰気のところ何人か経ないといけないみたいなところない。陰気のところ何人かと遊んだ上で最終的に IK にたどり着くみたいな。だから今のうちに遊んどけって。 ISTJ ちょっと不愛想だった
り甘えべたな性格が一部女子にめっちゃ刺さる INFP、 まあその甘えべたなところに気づいてあげられる、本当は甘えたいんだなって察してあげられる君が素晴らしいと思うよ。やっぱり、ね、その広く浅く好かれるよりも狭く短く疲れる方がいいですからね。 ESTP 何でもズバッと言えるの男っていう感じでかっこいい。本当に今回も腹立つぐらいに ESTP がめっちゃモテてた。俺だから今度からその ESTP の友達全員ブロサクしようと思ったもん。 ISTP のデレが出た時は可愛いってなりました。デレが出る瞬間ってやっぱいいですよね。なんかその瞬間を見るために今まで耐え忍んできたみたいなとこあるよね。常に優しい時よりもなんかたまに優しい人のその優しさが際立つみたいな。不良ガハムお花に水やりする原理と一緒。 MBTI とか関係なしに好きな人にアタックできる男子とか言ってますけど、まあそれってどうなのみたいな感じで僕思ってますけどね。 MBTI は実際のところ関係ありません。それであの好き嫌いになるとか全然ありませんよ。そのやつがいたら普通にヤバいでしょ。一瞬で蛙化するわ。世の中にやっぱその好きだからこそアタックできないその可愛さみたいなところがあるやん。本当はアタックしたいんだけど、なんか俺なんかがアタックしたら迷惑かなみたいな感じで思う男子もいると思うの。この可愛さっていうのにも気づいてあげてほしいよ。どんな MBTI でもモテる男子はみんなイケメンなんだよ。その通りです。 I 系だったらクールイケメン、 E 系だったら陽キャイケメン、結局 FACE が全てなんだよね。 KNE を持ってる人なら